はい、岩手県の、津久江浜番屋郡というところに来ております。ここに港があるんですけど、津久江浜番屋の再生、断崖継承地と知られる北山崎から南位置するここ津久江浜には断崖に囲まれた小さな漁港と昭和期の漁村風景を思わせる25棟の木造番屋が残されていました。この番屋群は昭和8年の三陸大津波以降に少しずつ再築されてきたもので、昭和30年代までは塩作り、50年代頃までは海産物の保管や漁具の収納場所として、また浜作業や寝泊まりの場として盛んに使われていました。どうも再生したみたいですね、昔の。たまたま通りかかって背が低いなんか映画のロケ地みたいなところがありましたんで寄ってみました。復元されてるってよ。中家背が低いね。酒屋さんもある。かまど小雲丸。タバコ屋。ハリカマド。公衆便所。ここは本当のトイレみたいな感じがする。塩作り番屋。番屋トイレ。それ何？井戸？これ井戸かな？井戸だ。ああ、こうやって汲み上げてたよね。井戸の水を。考えたね。多分昔は車とかなかったからさ、こういうところに住み込んで魚取ってきたのを加工したりしてたんじゃない？あ、さっき松の屋ってあったよ。
角屋売店に、かまど、塩作りのかまどかな。あの人は本物や。本物じゃない？